久保さん今回高橋歩にしましょうかはい、まあ、鹿児島で独立してもう6年ぐらいに達ちますか来月でまあちょうどね6年5年前は本当ねあれですよねまあ今思うとよくやったなとは思いますけどまあ今だったらできんのかなっていう勢いあったなっていうか勢いがなかったらまあできないですよね だってもう本当に20万すらなかったんで鹿児島で独立する時にだからその契約はできてんだけどもお金ないみたいなね20万払えないっていうね <laughs> よくこれそれで起業したなっていう今を振り返るとねよくやったなとは思うんですけどねでまあまあなんとかね誕生日記念で、まあ、キャンペーンして売ってでそれ売れたんでまあそれすぐ払ってねあの行きましてもう本当に、ね、何もない状態裸一貫ですよね うんだからなんかうん鹿児島の事務所着いた時はなこっからスタートなのかっつって東京から GTR にね詰めないやつはあの、まあ、売ってね、まあ、冷蔵庫とかやつは売って GTR に詰めるだけ積んで,でそれだけで行ってねでこれも面白いのがあって GTR で家財をあの行くんだけども ん捕まるんですよね。スピード違反で <laughs>。で、GTR にもうありえないぐらい積んでるんですよね。普通、ね、スポーツカーにあんな荷物積んでるスポーツカーないと思うんで。だから警察官の人が、おどっか行くんすかみたいなあ。今から鹿児島です。鹿児島ですかみたいな <laughs>。鹿児島行く行きしなにえの捕まるっていうねう。なかなかファンキーですね。 そっから、しかも、なんかもうそっからもうは早い5、6年ですか。で、まあ今回高橋歩さんなんですけど、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていうね、高橋歩さんの僕はすごい好きな言葉で、で、それは僕が運営する塾のキャッチコピーにもしてるんですよ。夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だと。もう本当ね、夢とか目標別に逃げないんですよ。設定すれば、いとそこあるんで。 でそれがなんで到達できないのかっていうと、結局そこに歩みを止めてる、えー、逃げてしまってる、まあ逃げてるのか歩みを止めるのかっていう話で、まあ到達しようと思えばいけるんですよ。でもその目標値がないんだったらどこに行っていいのかわかんないんでいや、そもそもどこに行くのって話なんですけど、夢を設定する、何かこ,うこれを手に入れたいっていう設定してしまえば、まあそこに対して何が必要なのかっていう、で、これをやってダメだったら次やればいいじゃんって話で。 まあ僕はこの5、6年ですかね、稼ぎ続けている中で、まあ、うまくいかないこともいっぱいあったんですけども、結局、その、うまくいかなくてもまたやればいいっていうか、またやっている。やればいいというよりかやる。結果出るまでやるっていう、まあ、しつこくやるっていう話で。これからも結果が出るまでしつこくやるし、それは変わらないですね。うん、とにかく結果出るまでしつこくやるっていう。てか、結果出さないと飯食えないんで、僕の場合は。 だからどううやっっっててて商品いいくののかをまあ今後はまあ40歳からになったらまた自分違う収入の柱とかも作っていくのでまあ商品売りがねそっちが少しこう整ってくればあー商品売りっていうのはそこまで少なくなってくると思うんですけどただお金はないよりあった方がいいんで売り続けていきますけど多分か変わんないですね60歳になっても商品売っていくるだろうしただ頻度は落ちていくと思いますけどねうん はい。ということで、夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だと。夢は本当に逃げないと思います。逃げてるのは自分。前に進んでないのは自分。結局自分と言ってらっしゃい。